こんにちは、粟田洋介です。抽象画とか抽象画じゃなくてもリアルじゃない、本物そっくりじゃない絵を描くのにデッサンの練習は必要かどうかっていうお話をしたいと思います。絵を描くのにデッサン力っていうのは基礎中の基礎で、どんな絵を描くにもデッサンの練習っていうのはしなければならない、そういうことをおっしゃる方は専門家をはじめ結構いらっしゃると思います。でも私自身は抽象画を描くのにデッサンの練習なんて必要ないと思っています。そしてそれには理由があります。デッサン力が必要だっておっしゃる方にも理由があると思います。こういうことっていうのはイエスかノーの答えだけで判断してしまうのは答えを聞いてないのと同じようなものだと私は思うので、今日はデッサンを練習することによって何が得られるのか、まあリアルに絵が描けるようになるっていうこと以外にというお話ですね。それからもし私が抽象画を描くのにデッサンの練習をすることがないというなら、抽象画を描くためにどんな練習をしたらいいのかっていうこともお話ししたいと思います。抽象画や抽象画じゃなくて具象的で、まあリアルじゃない絵ですね。まあわかりやすく言うとピカソみたいな絵とか、まあ、リアルじゃない絵を描くのにデッサン力が必要かっていうと、デッサン力があればプラスになるとは思います。ちょっとリアルじゃない具象的な絵っていうのがめんどくさいので、両方合わせて抽象画って言わせていただきます。抽象画を描くのにデッサンの練習が必要だっていう方がいらしたら、その方に理由を聞いてみたらいいと思います。多分私が知っている以上のことを答えてくださると思います。でもまあ私の思いつく範囲で今お話ししますと、理由の一つとしてデッサン力がある、まあ見たものを見たまま描けるっていうことは、自分が描きたいものを自由に描けるスキルが身につくということになります。抽象画を描くにしろ、リアルじゃない何かを描くにしろ、ただ目をつぶったように描いてそれで出来上がっているわけではありません。目つぶって何が出来上がるか分かんなくてバーンって面白いものができたら、それはそれで素晴らしいと思いますが、まあ今そういう話をしているわけじゃないのでそれは置いといて、なんでリアルに絵を描ける人がリアルじゃない絵を描くかっていうと、それはリアルじゃない描き方が面白いからなんですよね。その面白い絵を描くために面白い形っていうのを想像して、その想像したものを思い通りに描く技術がなければ納得した作品を描くことができないっていうわけですね。見たものを写真みたいに描く技術があれば、そういう写真みたいな絵じゃなくても思い通りに描くことができるということになります。抽象画も同じで、こういう感じで抽象画が描きたい、そのイメージを思い通りに描く技術があれば抽象画を描くこともできるというわけです。もう一つの理由が、物を見ながら何かを描くっていうことは、物を見る目を養うことができるということになります。物を見る目っていうのは、例えば顔の絵を描くんだったら、どの位置に目がついてて、どの位置に鼻がついてて、どの位置に口があって、顔の形がどうで、その中にその顔のパーツがどういう風に収まっててみたいなこと、あとは影の濃さとか、そういったものをしっかり把握して、してその立体感とか質感とか、そういったものを見て絵に描いて表現するっていう技術がデッサンの練習で養うことができます。まあデッサンをやることによって物を見る目が養えて、あとは自分の思い通りにコントロールして描く技術が身につくということで、デッサン力っていうのは絵を描くこと全体に役に立つスキルだと私は思います。もし抽象画を描きたいという人がいて、そしてその方がデッサン力を全然持ってなかったとします。そしてその方がいい抽象画が描けるか描けないかっていうのは、その人によると思います。なぜなら、私は素晴らしい絵っていうのはデッサン力の有無に関係ないと思っています。非の打ち所のないデッサン、デッサンの先生に見せたら100点がもらえるような絵を描いたとします。そういったデッサンはデッサンとしては100点満点かもしれませんが、必ずしも芸術作品として素晴らしいとは限りません。人に感動を与える絵、面白い作品っていうのは別の要素が必要になってくるんです。デッサンの先生に100点もらった絵が
面白い絵であるっていう場合もあります。人を感動させる絵だということもあります。ただ言いたいのは、本物そっくりに描けてるっていうことは本物そっくりであるというだけに過ぎないということです。まあ本物そっくりに描けてるということだけが魅力だと思う人にとってはそれは本当に素晴らしい作品なので、本物そっくりに描けるそれだけしか持ってなかったとしても私は素晴らしいことだと思います。でも何が言いたかったかっていうと、本物そっくりに描けるっていうのは表現の一つに過ぎなくて、本物そっくりに描けるっていうこと以外の表現っていうものがたくさんあるということです。その本物そっくりに描けるということ以外のことをうまく表現できるようになれば、デッサンの練習なんてする必要はないと思います。そしてデッサンの練習だけでは得られない表現方法っていうのもたくさんあると思います。これから抽象画を描くから、まあそれに役に立つんだったらデッサンの練習をしようと思って練習するのもいいことだと思います。特に若い時だったら、まあ人生の時間はたくさん残されてるし、いろんな絵を描いて、そしていろんな表現方法を試して、それで自分がどんな絵を描きたいのかを見つけていけばいいと思います。それは年を取ってからも同じで、試せることはいろいろ試したらいいと思います。デッサンだって別にやってみたっていいと思うんですけど、もうデッサンなんかやってる時間がない、でも抽象画が描きたい、リアルな絵なんてつまらない、自分が好きなのは抽象画みたいな絵だ、だから抽象画が描きたいんだというのであれば、もう抽象画だけ描けばいいんじゃないかと私は思います。若い時人生長く残されてるって言ったんですけど、人生なんてやりたくないことをやるほど長くないと私は思っています。特にやりたいことを見つけてそれに夢中になっている時は、人生もっと長ければなって思うほど時間が欲しくなるものだと思っています。人によって違うのかな、わかんないですけど、私はそう感じます。だからデッサンの練習をするとか何でもいいんだけど、目的をはっきりさせるということですね。抽象画を描くのにデッサンの練習もしなければならない、そう言っている人はたくさんいるし、そういう人たちにはそれなりの理由があると思います。そしてその理由を聞いてみるっていうことが大事だと思います。一番バカらしいのが、抽象画を描くのにデッサンを練習しなければならない、なぜなら全ての歴史的に偉大な抽象画家はデッサンの練習をしていたからである、なんて答えだったら、私はそんなのくだらないと思います。すいませんだけどちゃんと自分で素晴らしい作品を描いてる方々だったら、ちゃんとした理由を答えられると思います。まあ最初に私が言ったような理由、その他にもたくさんあるんじゃないかと思います。でもそれをやるのは自分自身です。理由を聞いた時に納得すればデッサンの練習をやってみればいいし、納得しなかったらやらなくてもいいと思います。それから今私が話していることも私にとっては正しい答えだと思いますが、もしかすると他の人にとっては間違えた答えかもしれないし、私にとってすら間違えている答えかもしれません。なので私の言っていることもご自身にとって正しくないとか合ってないと思ったら無視していただければいいと思うし、なんかご自身に合ってるなと思ったら参考にしていただけたらと思います。そんなわけでデッサンの練習をするでもしないでもいいけど、何が目的なのかってことをはっきりさせる必要があると思います。目的は抽象画とか自分が描きたい絵を描くためですよね。ある人がデッサン力があるけど抽象画を描いているっていうのと、デッサン力がないから抽象画を描くっていうこととは大きな違いがあると言ってたそうです。私が直接聞いたことじゃないので、その方がどうしてそう思うのかわからないですけど、私もその二つは違うことだと思っています。ただデッサン力がないから抽象画を描くって言ってもいろいろなパターンがあると思います。例えばリアルな写真みたいな絵が描きたいんだけど、そういうのが描けないから、まあ誰でも描けそうな抽象画ってもんを描いてみようかなというのであれば、抽象画がすごい描きたいから抽象画を描くっていうのとは違いますよね。もしくはデッサン力がない、でもそのこととは関係なしに抽象画っていうのが大好きで抽象画が描いてみたい、そういう場合もあると思います。
片方は抽象画をすごい別に描きたいと思ってないわけですよね。何かができないからできそうなことを選んだってことですね。で、もう一つは、なんであれ抽象画が好きだから描きたい、抽象画が好きってことですね。あとはデッサン力があるけど抽象画を描いてる人っていうのは、多分ですけど抽象画が描きたいから抽象画を描いてるんでしょうね。だからデッサン力があるからとかないからっていうのは関係なしに、抽象画を描きたいっていう人たちがいらっしゃるってことですね。抽象画が描きたくて抽象画を描いてるってあれば、そんな大きな違いはないと私は思います。でも本当はリアルな絵が描きたいのに、抽象画だったら誰でも描けそうだから抽象画を描くんだって言うんであれば、デッサン力があるのに抽象画を描くっていう人とは大きな違いになると思います。だからといって抽象画が描けそうだからデッサンとかできないけど描いてみようって思うことは、私は悪いことだとは全然思いません。なぜなら、それは抽象画を描こうと思ったきっかけの一つに過ぎないからです。きっかけなんてどうでもよくて、そういったデッサン力のなくて抽象画なんて誰でも描けそうだから描いてみようと思って描いたことがスタートだったとしても、描いてるうちに抽象画の魅力に気づいて抽象画が好きになって、そうなってくると抽象画の難しさも分かってくるし、抽象画の奥深さも分かってくるし、誰でも描けるもんじゃないっていうことも分かってくると思います。きっかけが何であれ、何かを始めようとして始める、そして頑張ってそれをやるっていうことは、私は素晴らしいことだと思います。ではデッサンの練習をしないとして、抽象画を描くためにどんな練習をしたらいいかということですね。私は抽象画を描くためには抽象画を描けばいいんだと思います。抽象画で何を表現したいかですね。例えば感情を表現するためにはどういう風に色を塗ったらいいんだろうとか、どういう風に見せたらいいんだろう、その模様の大きさとか位置とか、なんだかわかんないですけど、抽象画を描くことを上達させたければ抽象画を描きまくればいいんじゃないかと私は思います。絵の描き方っていうのは一人の先生だけから教わる必要はないと思います。デッサンだけでも私は何人の先生に教わったのかな、4人か5人、もうちょっといたかな。デッサン以外のいろんなクラス、まあ何人もの先生から教わっています。でも結局自分の絵を描く答えっていうのは自分で見つけなきゃないし、まあ教えてくださった方にはものすごいリスペクトありますけど、芸術っていうのは自分で答えを見つけることだと思っているので、人から教わることっていうのはまあちょっとヒントって感じで、芸術表現っていうのは誰かのコピーじゃなくて自分で考えて自分で発見して、そして自分で表現するものなんだと思っています。そういう風にしていいものなんだと思っています。だからデッサンの練習がしたければすればいいし、したくなければしなきゃいいし、絵なんて好きなように描いたらいいんだと思います。私はいつも絵を描くっていうのは自由で、表現の答えっていうのは自分の中にある、答えは自分で決めるものだ、そう思ってるんですが、デッサンっていうのはリアルなわけですから、正解と不正解のある絵なんです。答えが自分の中だけにあるものじゃないっていうことですね。美術の高等教育を受けたことがない人たちの絵、アウトサイダーアートってやつですね。そういった作品の中にも私はすごく面白いものがあるなと思ったり、あとは子供たちが描く絵とかも面白い絵がたくさんあるなと思って、なんかそういう影響もたくさん受けています。何が面白いかっていうと、デッサンとかそういうこと以前に、例えば象の鼻ってこんなじゃないよとか、魚のヒレってこんな風になってないよとか、その間違えてるところがすごく面白いし、その間違えてる形も面白いし、間違えてるからこそ面白いっていうことにすごく影響を受けて、そういったことを今の作品も取り入れたりしています。私は子供の時から絵が得意で、まあなんか立体的なものを作るのも得意でしたが、得意なことっていうのはそれだけで、後のほとんどのことが苦手なことばかりでした。今でもそうです。そんなわけで、絵の専門家じゃない方々から見たら、私はデッサンなんか習わなくても、わあすごい、それ絵なの、写真みたいだっていう絵は描けていました。なのでもう私は絵の才能っていうのは最初から決まってて、それ以上上手くならないんじゃないかと思っていました。
でもデッサンの練習とかしたら、まあ私が生まれつき持ってないものの見方とか表現の仕方とかですね、そういうことも教わってさらに上達しました。右脳で描くドローイングの本みたいのがあって、そこに出てた写真なんですけど、もう本当に絵心ないなみたいな人が描いた絵、その6ヶ月後はもうすごいデッサンの先生みたいな上手な絵に変わっていました。なので生まれつきの才能なんてあんまり関係ないんだなと思います。なので私が子供の時から絵が得意だったっていうのは自慢にも何にもなりません。絵を描くっていうのは遺伝子的要素はあんまり関係ないものなんだっていうのを聞いたことがあります。そう思うと他のことが何にもできない私にとってはすごく悔しいことです。だからもし誰かがデッサン力がないから私みたいなリアルじゃない絵が描きたいんだなんて言おうものなら、悔しくて冗談じゃない。デッサン力があってこういう絵を描いてるのと、描けないからこういう絵を描くのとはわけが違うんだって言いたくなるかもしれません。だからなんかよくわからないことを言ってる人がいたら、ちゃんと理由を聞いてみるっていうのは大事なことだと思います。で、もし私がそんなことを言うようになったら軽蔑してください。今日のお話はいただいたコメントを参考に思いついたトピックです。絵を描いている方のリアルな声にお答えするお話でした。まあ私はそんな立派な人間じゃないんですが、もしアートのことでお悩みなことがあって私の意見が聞きたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントで教えてください。短く答えられる内容でしたらコメントでお答えしたいと思いますし、ちょっと今回みたいに答えが長くなりそうな内容でしたら動画を作ってお話できたらと思っています。というわけで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などをコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。